何らかの現象をその起きている場所にまで移動していって観測しこれを記録する機械装置やあるいは観測者を輸送するための乗り物に観測機器が積まれているものである探査機は何らかの調査を広範囲にわたって調べる機械の総称で移動能力と観測用のセンサーなどを備えまた場合によってはそこから得たデータを分析する能力も持つ人間が乗るものを 有人探査機と呼び、自動機器だけで構成されたものを無人探査機と呼ぶが、この他にも利用される場所にもよって様々な区分けがあり、その用途にもよって機能は様々である。人間はその歴史の開拓以来、様々なことを知ろうとしてきた。この理由は好奇心のなせる技であったり、あるいはそれよりもはるかに切実で、 実理的な理由であったりと様々であるが、探査機はそういった人間の活動を補助するために、人間自身によって作られた道具の一種である。友人、無人の区別を別にすれば、探査機には送り出した側に戻るものと、戻らず永遠の彼方に飛び去ってしまうものがある。大抵の場合において、後者の行きっぱなしのタイプは、人道的検知から、友人探査機で行われることは、まずないが、 その一方で観測した情報をデータとして通信により発信元に送り返す機能を持つ。帰ってくる種類の探査機では観測した情報を内部で記録する記憶媒体を備え、期間後にこの中の情報が分析され役立てられる。なお探査機の多くは人間が直接行って調査できない環境を観測することが主要な仕事としており、有人探査機の場合は 内部の人間を外の環境から守る機能も合わせ持つが、無人探査機でもそういった過酷な環境から、内部の精密な装置を保護するため、相応の耐久力を必要とし、走行などによって耐久性を追加させる場合もある。また学術的な調査の外にも、災害発生時に危険なエリアに投入され、被災現場の調査と被災者の発見を行うことを目的とする分野もあり、 こちらはレスキューロボットと呼ばれるワイヤードビジョン記事ありがとうございます。